このスンヨさん入れよっかな。イエーイ、最高。あー楽しみ。スンヨさんはね、死ぬまでにライブ行きたい人のうちの一人だから。あとミーヨさんも死ぬまでに一回見たいなってずっと思ってる。あー最高。綺麗だね。綺麗なんか。あ、でもそっちも行けるね。教会が。下下がれんの？あ、すごい、すごい立ってる。え、下がる？行ってみよう。うん、どこ？うわ。いや、危ないよ、マジで。うん。そこも行けるの、マジで。映ってんのかな？うん。全然超綺麗に見えてる。超くっきりだわ。うん、やっぱかわいいな、はい、あ、刺しちゃったかも。あ、どっちも違うね。かわいい。アハみたいな。ロゴ見えないね。見えない。え、いいよ。背中見たい。あ、背中撮って。背中がさ、見える。いいよ。見える見える。足はね、全然入ってない。足は入ってないんだな。うん。なんか喉がね、ずっとこれなのよ。あ、もうライブとかじゃ。いけるでしょ。いいさ。安らかになんたらみたいな。何それ。わかんない。お腹空いた。いただきます。ちょっととりあえず食べさせて。ああ、うまい。なんか初めてパシフィコ横浜ってとこ行ったけど、すごい綺麗だった。なんか大きくて最初迷った場所。これ T シャツかわいい。これ後ろがね、めっちゃかわいいんだよね。買ってよかった。私は XL を買いました。かわいいこれ。私いつもこういう時白 T 買うんだけど、なんか白 T がありすぎるから、ちょっと黒も買ってみようと思って黒買ったら、スンヨさんも黒着てて大正解でした。かわいい。いや、めっちゃ最高だった。私、セトリとか何も、曲順とかね、見ないで行ったから何も知らないで行ったんだけど、いや、もう曲が、まあ当たり前なんだけど、もう好きな曲ばっかりで、もうなんかセトリが超最高だった。超最高だった。あとめっちゃ可愛かった、スンヨさん。可愛いし、顔が本当にめちゃくちゃにいい。スタイルもいいし、てか衣装がね、衣装がめっちゃ可愛かったの。本当に可愛くて。なんかプリーツスカートみたいな、スカート履いてて下にも履いてるんだけど、な手袋がね、なんかレースの、なんか手袋してて、ここにひらひら、なんかレースみたいになってて、ここがシースルーだったのね。でも超可愛くて、もうそのスタイリングが、もう最高だった。で、中がレースの、なんか、タンクトップっていうのかな、中がレースになってて、ジャケット上に着てたんだけど、それが終わったらジャケット脱いで、なんかベストみたいな、レザーの、なんていうのあれ、ベストっていうのかなみたいになってて、スタイリングがマジで、本当に、天才。もう超可愛かった。衣装最高。超良かった。最高でした。てか私、グッズ販売ね、てっきり、当日ペンライト売るのかと思ったら、売らないんだと思って、急遽さ、これ持ってったんだけど、なんか本当だったらさ、韓国って大体非公式ダメじゃん。だから、一応なんか調べたら、その前回の、
公演の時は大丈夫だったらしくて、で今回の公演とこの注意事項なんか探したんだけど書いてなくて、もしかしたら私の見方が良くなかったのかもしれないけど、なんか探しても見つからなくて、で他の人の公演とかなんかレポみたいな見てたら、なんか持ってった人いたみたいだったから、なんか大丈夫かなと思って、まあダメだったらやめようと思ってね、一応持ってったんだけど、なんか大丈夫っぽかった。なんか周りにも結構こういうの持ってる人いたし、一応なんか大丈夫だったっぽいからこれ振ってたんだけど、いやでも次まではね、ちょっとこう次までにあのペンライトちゃんと用意したいなって思いました。え、もう最高、もうこれからも絶対行きたいなと思った。超良かった、これからも絶対行く、最高だった。てかスンヨンさんマジ超歌うまい、生歌がマジうまかった、うまかった。なんか友達とも言ってたけど、スンヨンさん生歌めっちゃうまくねって言ってて、超うまかった。なんかアーティストって感じだった。うん、後ろの楽器、そのギターとかベースとかそのドラムとかやってる人のあの音もマジめっちゃって超かっこよかった。バックの音楽も超かっこよくて、本当にスンヨンさんの曲あの本当に好きなんだけど、私はスンヨンさんをソロになったぐらい、パラ系の時ぐらいから知ってるんだけど、その時から好きなんだけど、その時からやっぱりあの一番最初に出たソロのミニアルバムの曲がもうなんか好みすぎて、その時からずっと好きなんだけど、もう最高だった。本当に曲が最高に、もちろん顔もあの人柄も本当に素敵で最高なんだけど、曲がマジで最高すぎて、もう最高のライブって感じだった。てか2時間超早い、超早かった。もう一回行きたい。2時間超あっという間だった。なんかさんが、スンヨンさんがなんか水とか飲むたびにキャーみたいな声がねすごい上がっててね、なんか面白かった。なんか汗とか拭くたびにキャーみたいなてかなんか圧倒的にそのなんかスンヨンさんの見方がラブって感じだった。みんななんかそれもすごいわかる、あのなんかリアッコ製造機って感じがする。なんかあれはリアッコなるわって感じだった。なんか近いね、なんか距離、ファンとの距離がすごい近い。なんか距離感がリアコって感じ。なんかあれはね、ラブになるよって感じなんだけど、私の席の目の前とかにも後方彼女面みたいな人いたもん。なんか、こういう感じのいたもんね、やっぱり。そういう感じになるだろうな。なんか何公演とかも行ってたら。知らんけど。ごちそうさまでした。最高。このポストカードもらえたのかわいい。こうもらえるの知らなくて、あ、ちょっと曲がってるかも。これなんか、友達ともバラバラだったけど、これランダムなのかな？いろいろ種類が。あるのかもしれないけど、かわいいね。いや本当に最高だった、マジもう一回行きたい。てかなんかあんなにファンの人と絡むと思ってなくて、なんかすごいメッセージボードとかいろいろ読んでくれるんだなと思った。だからなんかみんなすごい用意してたんだなみたいな。そう、みんなすごいメッセージボードみたいな用意してて、それをめっちゃスンヨンさんが読んでくれてて、すごい優しいなって思ったちょっとそうペンミかなみたいな瞬間があって、すごいそれもね、なんかみんな可愛かったな。なんか私が行った公演はね、なんかファンの人となんかスンヨンさんがにらめっこしたりとか、なんかエンディング妖精のなんかうまくできる対決みたいなしてて、すごいなんか可愛かった。てかファンの子たちもなんかすごい可愛かった。なんかすごいな、なんかどうやったらあんな人生であんなスンヨンさんとにらめっことができる世界線になるんだろう。すごいな、国でも救ったんかなと思った。すごいよね。楽しい時間ありがとうございました、スンヨンさん。ラブー。